い、ということで、今回も始まりました。開けてみた。なんと今回は、今 SNS で話題の新商品を、ダンボール、開けてみたいと思いますので、ぜひ皆さん、要チェック、お願いします。いきます。まず持ち上げるところからいきます。よいしょ、ドヘッド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 。めっちゃ破けた。よいしょ、よいしょ、めっちゃでかい。いきます。今回紹介するのはガンダムベース限定の MG100 分の1ユニコーンガンダムペルフェクティビリティ待ってました、本当に待ってました。いいっすか、開けちゃって、開けちゃっていいっすか。開けます、開けます。じゃあ今回もね、早速いきたいと思います。このカッターを使って開けていきたいと思います。早速破れちゃったんですけども、気にしないで、商品なので傷つけちゃいけないので、今回も同じようにいきますよ。画面見えるかな、この先端をこうちょんとやって、でこれピーってやっちゃうと商品が傷ついてしまいますので、こっちもまたちょんってやって、でちょっとちょんといきます。正直本当に僕もまだパッケージまだ見れてないので、めちゃめちゃ楽しみです。ここ最近の商品の中で一番楽しみなので、ぜひこの感動を皆さんで共有しちゃいましょう。いきます、まず開けていきます。おおおお、めっちゃかっこいいなるほどなるほど。いや、画面映るかな、よいしょ、ドッと、とりあえず4体ペルフェクティビリティがいます。かっこいい。いつも通りガンダムベーストークの紹介と、ハイパービームジャベリンを持ってるペルフェクティビリティで、そして今話題のこのパッケがどうなってるかっていうのも一緒に見ていきたいと思います。あー、顔が見えたうわー、めっちゃかっこいい。ネオジオングもいる。よいしょ、全、うわあ、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこよくないですか、めっちゃかっこよくないですか、めっちゃかっこいいですよね、めっちゃかっこいいですよね、めっちゃかっこいいですね。お客様もめっちゃかっこいいとおっしゃってくださってます。これが新しい MG100 分の1ガンダムベース限定のユニコーンガンダムペルフェクティビリティのパッケージです。すーげーかっこいい。このペルフェクティビリティならではのこの青、そしてこの MG、 そしてネオジオング、めっちゃかっこいい。サイコフレームめっちゃ光ってるじゃないですか、かっかっこいい。このペルフェクティビリティって何ですかっていう方のために、ペルフェクティビリティというのはダイバーシティの夜のユニコーンガンダム立像の演出で、画面の中でしか出てこない限定のユニコーンガンダムがガンダムウェイス東京で去年は HG で発売していたんですけども、今回はなんと MG で発売ということで、待望の期待の商品となっております。そして横のパッケージも、うわーかっこいい。前回までの HG はデストロイモードだけだったんですけども、今回はなんとユニコーンモードも再現ができます。もちろん差し替えなしの完全変身です。めっちゃかっこいい。いやかっこいい。いや、このポーズ、このポーズでしょ、やるとしたら。めっちゃかっこいいわ。で、さっき説明したペルフェクティビリティなんぞやっていうところがここに書いてありますので、ぜひぜひ皆様見ていただけたらと思います。はい、それでは開けていきたいと思います。じゃん、いやー楽しみだな。じゃーん、おー、すげー、三つに分かれてる。めっちゃボリューミー。で、やっぱ一番最初に目につくのが、青色のサイコフレームのパーツ。すげえ、メタリック感が効いてて、すごいかっこいいっす。そして、対比する、このクリアの青。めっちゃかっこいい。そして、ユニコーンガンダムといえばの白。ペルフェクティビリティの3つの色が揃いました。すげえかっこいい。ちょっとパーツいろいろご紹介していきたいと思います。白色のパーツ、青色のパーツ、クリアの青。あ、なるほど。大きなパーツとしてもクリアのパーツが採用されてますね。すげえすげえ。あ、ハイパービームジャベリーのエフェクトめっちゃかっこいい。そして、あ、なるほど。ユニコーンガンダムのこういう紺色の青も再現されております。なんかもう無限にパーツが出てきそうなぐらいめっちゃボリューミー。すごいすごい。すごいすごい。じゃーん、じゃーん。クリアのパーツが綺麗ですね。ひたすらパーツ出てきます。ひたすらパーツが出てきます。ひたすらパーツが出てきます。じゃーん。じゃんじゃん。ちょっとまだ最後に紹介しようかなと思ってるんですけど、すごい、これはすごいプロペラントタンクが入ってるすげえ。じゃーん。で、気になってるのが、こちら、ナラティブフェネックスのアームドアーマーのスタビライザーが買えるというのがすごい特徴的なので、これもぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思っておりまーす。そして、シール。いやー、かっこいい。説明書のあった、このデザインもすごいかっこいいです。いやー、
めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。ちょっと見ちゃおうかな。なるほど。ユニコーンのすべてが書かれてます。これ絶対買っていただいて、堪能していただければと思っておりますので、皆様お楽しみに待っていてください。ということで、めちゃめちゃボリューミーなペルフェクティビリティでした。こちらの MG ガンダムベース限定、ユニコーンガンダムペルフェクティビリティは、7月20日発売でございます。夏休みの初日に発売されるプラモデルとして、皆様、ぜひぜひお手に取っていただけたらと思っておりまーす。もう、買うことで思い出となるようなプラモデルです。ぜひぜひ、そのずらのプラモデル、楽しみに待っていてください。以上、開けてみたでした。バイバイ。